皆さんこんにちは、剣道まっしぐらです。今回は新年会ということで、我々剣道まっしぐらメンバーでこういうことしようとか、ああいうことしてみたいなとかっていうことを話し合ったりしています。そしてなぜか、まあ新年一発目の動画でございますが、ちょっと酔いがすごい状態になってます。ぜひお楽しみに。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さあ明けました、2023年でございますよ。はいはい、もうあっという間に明けましたね。もういきなり出来上がってる状態から始まってますからね。やっぱさあ、というわけで新年でございます、はい、新年一発目のマシュラなんですけども、やっぱりね、これからちょっと先にね、決まってることはバロー編と、はい、あとは、デジス大会のことはちょっと決まってるんですけども、はい、その先何をするのか、そうですね、どこへ行くのか何も決まってないので、新年これからはですね、おのおの剣道まっしぐらで、やってみたいことをちょっと、話してみたらいいなと思いますよ。その、まあ今までね、まあ強豪校の方には行かさせていただいたわけじゃないですか、ね、だから、まあ次はちょっとこう優しい感じの企画も増やしていっていいんじゃないかなっていう。僕はね、一個思うことがあります。何ですか？強豪校に行くの相手のまっしぐらじゃなくしたいんですよ。おわかりますか？もうそれありきの視聴率の稼ぎ方っていう風に捉えられちゃうとあれなので、うん、やっぱりまっしぐらのレギュラーのこの4人だけで企画をやり、それに回るチャンネルにもしたいじゃないですか、うんうん、確かにの中でスペシャル企画としてちょっとどちらかの出稽古をやらさせていただくという形にしましょうよ。なでもなんか一個思ったのが、でもやっぱりさ、なんか強いところとかでやるとやっぱみんな見るってことは、それだけ何かプラスになることがあるから見るわけで、はい、じゃあそれがなくなって4人とか4人っていうか回ってやった時に何か楽しくやるのはもちろんだけど、なんか見てる人に1個でもプラスになる何かを言えない。まあでもその僕ら我々の酔ってんな、マッシグラメンバーを好きになってくれる、うん、本当ね、剣道だけじゃなく好きになってくれる、うん、そしてね、まあリーダーも、はい、その芸能界であるとレジェンド級でございますけども、あかりちゃんなんてもうね、だからレースクイーンとか CM もそうだし、いろいろ仕事が増えてっているね、その剣道まっしぐら始めた段階の時じゃ結構なかったことって増えてるじゃないですか。僕らも最初剣道まっしぐらやった時なんてテレビも一回も出てなかったので、そうですよ、の段階からテレビも出れるようになってきた。でこういうね、この成長過程も見れるようなチャンネルしていただければ、あの剣道以外の人も見れるコンテンツになるんじゃないかなというふうには思っております。新年一発目両編ボケなしで真面目なコメント、ずっと2023年は一回もボケません。やめろ。俺の仕事がない。せめてトークではボケない。でもまあ、そういうの。剣道以外の人にも見てもらえるような。うん、そうそうそう。俺は一番剣道復旧につながるんじゃないかなって思う。だって剣道復旧するのって剣道してる人しか見なかったら復旧にならないわけじゃないですか。ということは剣道やってない人たちがそれ見ていて、あ、剣道って面白そうだね。あってなった瞬間に、やっと剣道復旧ってなるな。なるな。なるな。復旧はな、立て直すのか、広げてくれ、復旧してくれ、なんだよ、自然にボケちゃうんだな、悔しいな、悔しいな、ずっと気になっちゃって、はい、それを残してた、それのためのずっと振りだったの、お前、もう仕事出てるから腕がお前上がってんじゃねえか、お前、物理的に上げてくんじゃねえ、俺ら上げえ、すごい、今お笑い見てる感覚今まで感じなかったでしょ、俺ら芸人やってたんだえ、すごい面白いね。でもそういうところも成長だよ、何をやるかですよね、なんつうの、なんか作ってみたも言ったら、例えば手拭い作ってみたとかっていうのも剣道だし、なんか剣道が交えつつちょっとこうポップな感じやってもいいんじゃないって、剣道のショートドラマ作ってみたとかね。その場合は、配役はやっぱ俺が純主演になるから、全部純主演撮ってくな。あ、でも、なんか私 TikTok やってるんですけど、うん、剣道動画いっぱい出してるんやけど、一
コメント欄で皆さんが、そうだね、あ、それ見てみたいな、いや、それって剣道的にどうなんですか、うん、みたいな、それは言っていただいて、ね、その中でもね、あんまり剣道をいじらない、いじらないというか、まあ、それはもちろん剣道やってる俺らは剣道長いからちゃんと分かってるじゃない、そこはね、うん、まだ怒られることいっぱいありますけどねなんかそういう2パターンってもいいかもね、ああ、ちゃんと今まで通りだと、ああ、その合間合間に入れる、うん、やっぱり市内作ってるところに行きたいし、そうね、市内を作るっていうことをやってみるっていうのもいいし、それは確かに気になる、知らない人の方が多いと思う、うん、あとは、うん、あのウォークってクリーニングできるんですって、うん、そういうお店があるんですよね、スイクさんとかだ、ね、先輩なんかそういうところを見に行くっていうのもいいですし、確かに、あとはじゃあ手ぬぐい作りましょうってなったら、みんなでこう手ぬぐいデザインをするっていう動画を作ってみたいし、それがいけるんだったらツバも作れるしね、確かに、はい、なんかみんなで、ね、視聴者さんも含めて剣道まっしぐら盛り上げる感じになったら多分面白いかなと思って、視聴者参加型の何か、そうそうそう、例えばさ、なんかさ、ちゃんと番組のちゃんと企画として、例えばまあ、本当これ一例だけど、例えば何かこう企画を募集してな、お願いでも何でもいいんだけど、例えばこの私の娘さん、息子が今何歳で、こういうところに困ってます、どうにかしてくださいという質問があるとするじゃん、そしたら例えばこっちでメンタルとかを作ってそれを売って、その収益の何パーかでその人のそういう、いや、そのお願い に全部使うっていうか、だからたださ、だってさ、そのお金を例えばメンタル売ってよ、さあそのお金で世界大会とかなんとかに行くとかただの経費になっちゃうから、じゃなくてそのお金でみんなの叶えたい何かを叶えるっていうか、なんかそういうのだったらこっちも民の関係っていうか、なんていうか向こうその視聴者さんもいい、ハッピーっていうかで、夢も終えるっていうか、そういう悩みだったり相談にも結構本気でそこは答えてあげるっていう企画だったら、割と成り立つっていうか、番組としても割と見てても面白いっていうか、こっち発信だけじゃないから向こうの要望にも答えるみたいな、どう？なんか例的に言うと、なんかこれ探偵ナイトスクープ的な、あ、そう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 、うん、そういうイメージです。ですよね。それをやっていけたら、なんか見てる人もコメントとかも感想だけじゃなくなるから面白いから、じゃあぜひねコメントいただいて、そう、うん、なんかどういうのか、来てくださいって言って、いつでも行きます。あとはなんかさ、イベントやるのも面白そうだよね、うん、なんかみんなに会える、え、剣道イベントめっちゃ楽しい、うん、結構みんな、まあ、あかりちゃんいっぱいやってるもんね、やってるよね、しかもこの間剣道イベントやったんですけど、まあ、シグレでもやってほしいって言われました。あ、本当に、そうそうそう、今2人が言ってるのはめっちゃ大型企画じゃないですか、うん、例えばじゃあそれを来月やりましょう、うん、2月に撮影しましょうって言ったらちょっと難しいなんじゃないですか、うん、ちょっと準備するとしたら夏にできたらいいよねぐらいの、うん、2月とかにできる企画でいくとしたら、本当に我々4人だけでやる企画としたら、うん、そう、だから今決めたいのはレディース大会のまで終わった後に何するかっていうのをレディース大会が終わるまでに取っとかなきゃいけない、うん、あ、そうか、あれは、あれはみんなでさ、4人でさ、まあリーダーは今ちょっと忙しいから多分3若手だけになるなとして、あの3人で剣道のキャベン作るとご飯ってこと？そう、お弁当を作る。だからお母さんがそれ見て、あ、子供に作る、ね。そう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 、あ、いいかも。じゃあいいんじゃない？で、子供たちもその今日試合の日とかに弁当開けた瞬間に、わあ、あかりちゃんのやつだとか。ああ、いいね。と、確かに。でも料理得意な人。まさかの。私も割と。じゃあできるね。急いでね。桜全部。あ、それ。桜でんぷ、ピンクピンク、うん、桜でんぷじゃない、でんぷか桜でんぷ気づかなかった、俺も悔しい、それもありだね、でしょ、勝負そう、ね、しかもお母さんもさ、ちょっと料理対決、ね、面白そうじゃない、結構年齢層もね、桜でんぷ面白かった、桜でんぷはい、まんざらでもねえか、剣道をテーマにコントを作ります、あ、もういいな、それは言って大丈夫、あかりちゃん、言って大丈夫、あかりちゃんともしリーダーがいるんだったら、まあリーダーも見てもらってリーダーにダメ出しされるのもいいし、あかりちゃんが笑ったらあかりちゃんの負けだ、ね、4人でコントは作れない、4人でコントはちょっと気が重いんでやめてくれ、確かにあのリーダーに台本書くのは、あのそうだね、マネージャーに一回相談して、
ない。そうだからさ。みんな長いんだよな。もっとさ、ギャグだよ。このとこに剣道だったらギャグをさ、言われちゃう。未来が。でもいいね。なんかいっぱい出そうだね。うん、なんか身近でできる。そうそうそう。身近でできることをやっていきましょうよ。まずはね。もちろん真剣にやる部分もあれば、こうちょっと抜いたというか楽しい。じゃあ、わかりました。あかりちゃんが斬新で1日バイト。うわっ全然やる、全然。大繁盛。1日店長的な。ああ、いいね。やりたい。あかりちゃん来ると思ったら、マンダラの2人が運んできた時の。めっちゃ視察されるっていう。そうそう。ちゃんとマジックやりますか。ああ、そうか。マジックいいね。俺一緒に俺くんだけ本人なんかしてるんででその動画を両辺が編集しますみんなで、うん、剣道に関してはあとどうします。剣道に関しては僕はその子供の道場とか行ってみたいなっていうのは思います、うん、その小学生に剣道を教えてる、うんうん、小学生には剣道の楽しさを伝えた方がいいかなって思いますね。あれはどうですか。僕ら小学生の時にやったんですよ。作文を書いて発表するっていうのがありましたよね。あったわ。あるある。毎年やってるよ。やってますよね。全国大会もある。ありますよね、うん、あれって小学生だけなんですか。小中それに例えばですけど、それが剣道連盟のあれかもしれないですけど、なんかオープニングに行けないんですか。僕らの3人の中でで、3人で書いて、3人の中で予選をして、それを決めてもらって、で、1位になった人が、その実際のやつの中で発表、オープニングかエンディングに発表、ゲスト発表とかできないです。それは今年は無理だな、来年だから、ね、来年だから、来年いけます。でも、そういうのできるんだ。懐かしい、剣道作品。僕らも書きましたよ。冬は床が冷蔵庫のように冷たくって、僕が書いて、両平が、冬は床が冷凍庫のように冷たくちょっと上を行った、じゃあ、お兄ちゃんだから。でもここで発表しますが、私作文のプロなんです。なんでそんな本当なんですよ。いや、プロないからね。違う、なんか賞いっぱい取ったんです。その作文残ってないの。そう、なんかあるかもしれない。なんかそれお母さんに送ってもらってさ、なんか新聞のやつ取ってくれて、そうなんですか。なんかそういうのがすごい好きで私。じゃあ文章企画やりましょうよ。文章企画、文章企画にはうるさいよ。うるさい、このスタッフはうるさいよ。いや、だからこそもう本当に部屋に3人ペシッと閉じ込めて。あ、でもあれです。作文じゃなかった。なんかありがとういっぱい言いたい。標語、標語、標語作文じゃなかった。あ、全部標語とかじゃん。あ、そうなんかそういう系の。そうなんですよね。1個だけ絶対やりたいっての決めよう。1個だけ、1個だけ。そうです、3人で。そしたらそれを実現するために俺らがね、動けばいいから。海外じゃない。え、違う、その絶対やってくれるって言ってたよ。絶対やってくれるよね。絶対海外って言うと思ったんだよな。どこでもいい、海外さ。ハワイとかいい。ハワイでね、海行きたい。ハワイで。じゃあ、もう、じゃあ俺が代表して言うよ。海外お願いします。結局じゃん。違うよ。2月とか1月にできること。まあ、手ぬぐい。あとはキッチンスタジオを抑えて料理しましょう。あ、それはできるね。それはやりましょう。何する。あとは前話したけど、その漫画家さんね。それも行きたい。行きたい。あ、なんだっけ、あの漫画読みしめたの。もう違う、忘れてるよ。青足そう、作家だ。え、これ見てほしいの。いや、でも剣道関係なくなっちゃう。え、でも青足めっちゃ面白い。青足サッカーのね、剣を仰ぐ。剣を仰ぐ。剣を仰ぐ。本当面白い。面白い。武蔵の剣も好き。あ、それこそ。え、漫画私やりたいね。それこそさ、これ東大元暮らしだよ。なんで気づかなかったんだよ。剣道時代に行くのはどうすか。雑誌密着してみたくない。前回はその写真カメラがやったじゃないですか、じゃなくてその雑誌の方。なるほど、雑誌の裏側。どんな一日、剣道まっしぐらにある文章って今リーダーがやってるんじゃないですか。じゃあ3ヶ月間1-1-1でちょっと剣道時代に出るかいいですよ。どう、嬉しい。嬉しいよね。それはできるんじゃない。わかんない、お願いしてみる。嬉しい。眠い。眠い。
最後に、はい、この斬新というお店はですね、けん玉をして一発でストンと入りますと 5% うおさあこれは我々3人がこれ1人しかできないです、でもほら俺さ今までのさ取れちゃうタレント性出しちゃうタレントパワー俺持ってるじゃん、いやいやいや他大丈夫なんかいやいいよお前ら弱いな医師そこはいやいや俺がじゃないのいやいいよじゃあ私が新年のねいっぱいませんいっぱいませ新年のこれからのですねまっしぐらがどれだけこうね発展するかはある意味このけん玉にかかってますいきます待ってるいきます、うん、おー剣道まっしぐらですすげえ本当にすごい俺の弟お前の手柄にすんなえすごいなんですごくない俺の好きですか、はい、ありがとうございますすげえ！びっくり。さらにもう一個ございます。あ、店長お願いします。すみません、すみません。ご来店の記念に参加さ。ありがとうございます。なんだか剣道界に認められた気分ですね。まあ認められたみたいな。今なんか死んじゃった人みたいな。はい、嬉しい。はい。Yeah.